んにちは、以前あかりです。今日はジャベリン100で運動チューニングに向かいます。そして今日がジャベリン最後のチューニングです。ジャベリン100やることにしました。なんとなくこのバイクは私が求めるものではありませんでした。私が求めているのは加速とパワー、パワーとスピードです。故に認めます。結局運動にはあまり行かなかったですし、ロケロードバイクは私には合わなかったですね。合わないバイクに乗り続けるのは無駄なので、半年しかやりませんでしたが、大体のことにしました。来年は馬力の高いバイクに乗ることにしようと思います。去年まで乗っていた最低タイム 600R サンダーカットも良かったですしね。今度は一般のハイスピードツーラーにしようと思っています。ちょっと古くてお値段が落ち着いているやつですね。いや、ピッシピッドからは寂しいわけじゃないですよ。ただ単に乗りたいバイクが古いっていうだけですよ。 ZX10000R を見てメダルを垂らしたりしてないんですからね。さて、今日は青森県の白神ラインに来てみました。ここを県道なのですが、途中から砂道になっています。その上、かなり曲がりくねった道路になっています。オフロードバイクや手に行くことがないと正直、道路にはなりません。というか、よく通行止めになっていたりします。今年の大雨のせいで、最近まで通行止めになっていました。今でも、道の途中から通行止めになっています。なので、途中で引き返さないといけません。さて、道路が狭くなってきました。落ち葉でも、落ち葉には負けるので気をつけないといけません。落ち葉だらけで濡れた路面なんて、大嫌いです。安全運転だけは心がけて、のろのろと走っていきますよ。遅く走るとバランスを取るのが難しくなりますが、そこはジャベリン100、車体が軽いので大丈夫です。バイクは軽さの整備ですね。それを実感させてくれたジャベリンさんには感謝です。それでは、お待ちかねの運動に入っていきます。ようやく運動にたどり着きました。途中で通行止めになる看板が立っていますね。大体15分くらいで雪止まりになるみたいでした。雪止まりまで運動ツーリングを楽しみましょう。BGM 切ってみましょうか。空冷単発の音がよく聞こえます。水たまりをパシャパシャ走ってご機嫌です。こればかりはオフロードバイクの醍醐味ですね。オンロードバイクでは決して味わえない楽しさです。直線になっているので少しスピードを上げてみます。おや、路肩を修理中のようですね。通行止めの場所はもっと広く崩れているのかな。いつの間にか雨が降ってきました。ジャベリンのストツーリング、これがドロンコですね。降り下げ程度でしたが、木が濡れてちょっと寒いです。こんなコンディションですが、目的の場所に到着しました。この先は行き止まりなので、ここで引き返すことになります。そんなこんなで、ジャベルでのラストツーリングの終わりです。健康には恵まれませんでしたが、いい思い出でした。ジャベルを売ったら、きっともう来られないでしょうからね。そのジャベルちゃんは、これだけ泥まみれになっちゃいました。でも、帰り道では、虹を見ることができましたよ。あとは、帰るだけです。ジェベルを引き取りにバイク屋さんが来ました。今回はこのバイクを買ったお店に売ることにしました。大体ですが、ヤフオクの相場付近のお値段で買ってもらいました。ジェベルちゃん、ドナドナのお時間です。さすがはバイク屋さん、軽々とバイクを運びますね。まあ実際に軽いバイクなんですけどね。軽トラに乗せるのを見るときはいつもドキドキしちゃいます。なんか転びそうに見えちゃうんですよね。そこはバイク屋さん、やっぱり転んだりしませんね。私だったらやっちゃう自信がありますよ。積み込みが終わりました。これでジェベルとはお別れですね。次は運動に行きまくってくれるオーナーさんだといいですね。というわけで、ジェベルちゃんとのお別れでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。